はい、どうもサーチです、今回もとある公園にやってまいりました。で、まあとある公園といっても、このガサガサしないガサガサシリーズのパート1と2に行った公園と同じ公園にやってまいりました。で、前回ではね、晴れた日中に来たんですけど、今回はもう夕方ですね、まあ5時過ぎなんですけど今にやってきました。で、天気も前回はめちゃくちゃ晴れてたんですけど、で今回はね、少しね雨が降ったりとあまり良くない天気の中、観察していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで今公園内を歩いています。もうねだいぶ暗くなってきてますね。まあ、日中はね、亀たちがバスキングしてると思うんですけど、この時間帯はねどんな感じなのか、見ていきたいなと思います。まあ今回もたくさん亀に会えるといいな。はい、今テクテクと歩いてるんですけど、今日はね結構ね天気もあまり良くなくて、まあ、今は降ってないんですけど、ちらほら雨が降ったり降ってなかったりしているので、さあ亀さんたちに会えるかな。行け。いやね、日中はめちゃくちゃ暑いんですけど、この時間になると結構過ごしやすいですね。公園内も散歩をしている人が多いですね。あ、見えます？あそこに亀が3匹いますね。兄弟でしょうか。3兄弟かわいい。あー、ちょっとパラパラと雨が降ってきましたね。いやー、全然いないですね。陸地に上がっている子はいなさそうですね。ちょっと残念だな。いないですね。あ、こんなとこにカメさんがこっちを見てますね。かわいい。お、魚、鯉もいますね。いや、かわいいな。いや、めちゃくちゃかわいいですね。明らかにこっちを見てますよね。かわいい。鯉がいっぱいいる。こっちにもちらほら亀がいますね。でもここにいる亀はやっぱり全部赤耳亀ですね。草亀とかいないんですかね。こっちにもいる。なんかいっぱいいるわ。あ、ここにもあっこにもいますね。おー、集まってきた、集まってきた。人懐っこいですね。おそらく食べ物をねだっているんでしょう。おー、びっくりした。やかましいわ。ん？あそこに何かいますね。なんでしょうか。こっちから回り込めないな。なんだろう、まあ、何か変な生き物が見えましたね。なんでしょうか。なんだなんだ。で、なんかね結構地面に穴が、こんな感じでね、なんか地面に穴があるので、ここに暮らしてるのかな。ちょっ
とね姿まで見れないんですけど、カニっぽいな。いた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 、見つけました。穴の中に入っている、見えます？これカニ、ちょっと思ったよりでかい。何ガニかはちょっとわからないですけど、いますね。こんなやつもいるんだね。すごいね、カニだよカニ。じゃあこの辺に開いてる、いっぱい開いてる穴全部こいつらの巣か。すごいな、カニだ。なんかね、意外と大きいんですよ。こんなでっかいカニいるんだな。そうなんか結構たくさんいるっぽいですね。見えますか？ほら、ここにもカニがいますね。この池、カメもいっぱいいるんですけど、カニもめちゃくちゃいますね。結構大きい。カニがめちゃくちゃいる。はい、そこにもカメとコイがいますね。いや、ここの池めちゃくちゃいるわ。いやすごい。え、君は何ですか？カラスもいますね。いやカラスもね、かわいいですよね。ご飯を探しに来たのかな。一緒にカメさんでも見ましょうか。あ、2匹いる。やっぱりちょっと集まってきてますよね。かなり人慣れしてるっぽいですね。本当にプカプカしてて可愛いな。すぐこっち見る。めちゃくちゃカメがいるね。カメもいっぱいいるし、カニもねいっぱいいるし、コイもいっぱいいるし、すごいすごいすごい、めちゃくちゃいるよ。でもさすがにね、もうだいぶ日が落ちてきているので、まあ、陸地に上がっている子はいませんね。そろそろ帰ろうかな。はい、ということで今回はね、前回とは違って、まあ、亀さんもたくさんいたんですけど、まあ、夕方で、まあ、天気も良くないからか陸地に上がっている子はいなかったんですけど、今回初めてねカニ、あれ何ガニなんだろう、ちょっと詳しくわからないんですけど、カニを見ることができました。まあ、結構ねたくさんカニがいて、まあ、前回ではね気づかなかったんですけど、まあ、そこたら中に巣穴らしきものもあって、まあ、ここは結構ねカメとカニがたくさんいるんだなというふうに思いました。はい、ということで今回の動画は以上になります。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。